オーファンの正体はあのロバート隊長だった。証拠こそないが、俺はそう確信している。そして彼がまだどこかで生きていることも。だが俺にはわからない。なぜブラックストームのような組織を作ったのか。犯罪者はあくまでも法をもって裁く。俺は隊長と交わした言葉を思い出していた。ライフソース代表の逮捕、アジトの崩壊により一連の事件は一応の決着を見た。だがこれで日本に平和が訪れたわけではないのだ。ライフソース残党は地下に潜り暗躍を続けている。皇帝に関する捜査は暗礁に乗り上げ、完全に麻薬の流入を止めることはできていない。スピードマックスレースは厳しい取り締まりにもかかわらず全国に広がりを見せていた。俺は今日も犯罪者たちとの戦いに身を投じていく。松平君、紹介しよう。アメリカの WSP チームレッドホークからやってきたアリシア・マスタースン君だ。アリシアで結構よ。よろしく、ミスター松平。よろしく、アリシア。アメリカでは交点がほぼ壊滅状態になっている。それらはレッドホークの活躍が大きかったと私は聞いている。そしてアメリカでの捜査が一段落ついたため、今回我々に協力してもらえることになった。仲良くやってくれたまえ。了解しました、司令。ところでミスター松平、一つ聞いていいかしら。なんだい？ロバートはどういうふうに死んだの？勇敢に戦って死んだのかしら。なぜ隊長のことを。いや、それよりなぜそんなことを聞く。彼は私の恋人だったのよ。恋人？もしかして君が隊長が言っていたレッドホークの隊長。隊長からは死んだと聞いていたが、一体。公には死んだことにされていたのよ。私も後から聞かされたの。そうか。隊長は俺をかばって敵の車両に突っ込んだんだ。それで隊長は。すまない、俺がもっとしっかりしていれば。いいの、もう気持ちの整理はついてるわ。人をかばって死ぬなんて本当に彼らしいわ。きっとあなたなら自分がいなくなっても立派に悪と戦っていけると思ったんでしょう。そう言ってもらえると俺も少しは気が晴れる。私も胸の使いが取れたわ。ありがとう。ライフソース代表は逮捕された。しかし全て解決というわけにはいかなかった。ライフソースは完全にテロ組織と化し、代表を失った今でも各地で活動を続けていた。
日本で開催される国際グランプリレース、一人の若き日本人ドライバーにその目は向けられていた。陽動準備完了しました。ご苦労、これで代表を連れ戻すことができる。WSP に対して第一ソースが共同声明を出しました。現在開催中の国際グランプリレースのマシンに爆弾を仕掛けてある。第一ソース代表を釈放すれば起爆スイッチを解除すると主張しています。爆弾を取り付けたというマシンはこちらです。速度が時速 200km 以下になると起爆スイッチが作動、爆発するとのことです。そのためレースは中止されましたが、この1台のみまだ走り続けています。しかし燃料が尽きるのも時間の問題です。その前にターゲットに追いつき爆弾を解除してください。クソ、なんてことをしやがる。ターゲットに追いつくのはいいが、その後はどうする。俺たちは爆弾の解除なんかできないぞ。ターゲットと並走し爆発物を発見し、爆発物の映像を送ってください。爆発物処理班が随時指示を出します。指示に従って解除を行ってください。爆発物の知識なら多少はあるわ。よほど複雑なものでない限り私でも解除できるわ。そいつは助かる。任せてよアリシア。有望な若者の未来がかかっている。頼んだぞ。行くぞ、ブルーウィング出動。大きな衝撃を与えることも危険です。気をつけてください。
援により本部へ。マシンに接近完了。爆発物の探知を開始。爆発物の位置と種類を特定。このタイプなら私にも解除できるわ。ただ10秒をちょうだい。その間ターゲットと並走していてちょうだい。任せてくれ。できたわ。なんだ、他のマシンはサーキットから出たんじゃなかったのか。あいつら敵よ。武装してるわ。こちらからの連絡にも応答ありません。ライフソースの武装車両と思われます。撃破した。ライフソースの作戦は阻止することに成功した。しかしライフソース代表は逮捕され、背後にあった交点は壊滅したはずなのに、どこから武器の調達などをしているのか。その疑問に答えたのはアリシアだった。交点のさらに背後には世界規模で暗躍する黒幕がいると。まだその詳細はつかめていないものの、アリシアが来日した理由もその黒幕を倒し、全てを白日のもとにさらすためだというのだ。俺はアリシアと共にその黒幕を倒すことを決意した。アリシアを加えたブルーウィングは鬼神のような働きでライフソース残党を追い詰めていった。だがそれはライフソースに焦りを招いていた。焦りは行動を大胆にさせ、危険な賭けに出たのだった。反撃。ライフソース関係者とおぼしき不審人物の一団が WSP 日本支部ビルに侵入しました。犯人グループは WSP ビルの爆破を狙ったようですが、警備システムが作動、爆発物を設置することなく逃走しました。この人物を捕まえれば捜査に大きな進展が期待できます。逃走中の犯人を直ちに追跡、身柄を確保してください。安心しました。被害がなくて何よりです。奴らももう後がないのかもしれんな。何としてでも捕まえてくれ。頼んだぞブルーウィング。
出動。急がないとまずいぞ。本部よりブルーウィング各機へ不審車両が接近中です。注意してください。逮捕したライフソース元幹部から恐るべき計画を知らされる。新都心壊滅計画。新都心全域を壊滅させるための大計画も着々と進行しているのだという。今回の WSP 本部襲撃はその足がかりに過ぎなかったというのだ。だが決して思うようにはさせない。俺たちがいる限り。
新都心壊滅計画。警視庁とブルーウィングの捜査が実を結び、ついにその全貌が明らかになった。彼らが開発した新型ウイルスをタンクローリーで散布するというのだ。計画は今まさに実行の時を迎えていた。我々に残された時間は多くはない。新都心壊滅計画。ライフソースによる新都心壊滅計画の全容が判明しました。致死性ウイルスを新都心に散布する計画が進行中です。すでにウイルスを積んだタンクローリーが何台も新都心に向かっています。ウイルスが散布される前にターゲットを確保してください。中途半端なダメージを与えることはウイルスの散布につながります。注意してください。大変な事態になりましたね。さすがに緊張します。そうなんだけど、秋を見ていると緊張しているようには感じられないわ。むしろいつもより落ち着いているみたい。同感だな。俺も震えが止まらん。やはり緊張してるんですか？緊張とそれと興奮か。ついにこういう時が来たかと。俺は元自衛隊員だからな。もともとみんなを守りたくて自衛隊に入ったが、犯罪の増加を見るに見かねて警察官に転職したんだ。だから今俺がここにいることを誇りに思う。 WSP の一員になれてよかったと。そういう真泉はどうなんだ？割と落ち着いているみたいだな。私ですか？警察官の血ですかね。真泉は確か警察官の家系だったな。ええ、父も祖父も警察官です。私も子供の頃からそうなると決めてました。ですから今回の任務は私の使命だと思っています。失敗すれば新都心は、いや日本は文字通り壊滅する。何としてもやり遂げてくれ。ブルーイング出動。
ていると思われる車両に護衛車両がいるようです。気をつけてください。今回の事件でライフソース幹部は全員逮捕され、組織は事実上の解散となった。そして幹部の供述により、ついに彼らの背後にあった組織が判明したのだ。スカイギルド、近年アメリカで猛威を振るっているテロリスト集団だ。コーテンやライフソースを裏から操り、日本を恐怖に陥れてきた闇の組織。アリシアが追っている組織もスカイギルドに違いない。ついに倒すべき真の敵がその姿を現したのだ。世界的規模の闇犯罪組織スカイギルド、ブルーイングはようやくその姿をわずかながらも捉えることができた。しかし
その実態はほとんどつかめていない。懸命の捜査も虚しく時を費やすのみ。しかし思いがけない協力者が現れた。高天が取引に現れたのだ。イングマル・ベルトリッチ。よくものこのこと我々の前に顔を出せるな。内心穏やかではないがな。それで取引とは何だ。諸君らのためになる情報を提供しよう。その代わり我々の身の安全を保証してほしい。どういうことだ。スカイギルドの目的を知っているかね。人類、いや命あるもの全てを無に返すこと。世界の破滅が奴らの望みなのだ。地球の掃除だと奴らは言っているがね。それがスカイギルドの最終目的。我々は商売をしたいのだ。人類が滅んでしまっては何もならん。何のために。それにどうやって世界を滅ぼす。格差。スカイギルドは核を手に入れている。全世界を数回は殲滅できる量。それほどの核を。冷戦終結の混乱に乗じて核ミサイルを施設ごと買い上げたんだ。世界を滅ぼしてどうしようというんだ。選ばれし新人類による新世界を作るそうだ。新人類。ふざけたことを。やつは絶対遺伝子を持ったハイブリッドヒューマン。人間じゃないのさ。絶対遺伝子、ハイブリッドヒューマン。一体何者なんだ。やつの名はイングマル・ベルトリッチ。イングマル・ベルトリッチ。にわかに信じがたいことではあるが、その後の調査で裏付けも取れた。イングマル率いるスカイギルドの目的は本当に世界を破滅させることらしい。麻薬もスピードマックスもそのための資金源という意味合いもあるだろうが、何よりもそうすることで世界を破滅へと近づけるための方策であったらしいのだ。話が飛躍しすぎて今一つ実感が湧きません。信用できるのか高天の奴らなんか。確かに辻褄は合うわ。私が追ってきた事件、イングマルとその叔父との葛藤を考えると納得がいく。イングマルの叔父？今は説明している時間がないわ。私が日本に来た最大の理由はそこにあるの。それで問題の核施設はどこなの？イングマルもそこに？核施設は WSP 情報部もすでに確認している。だが諸君らに任務を下すべきかどうか、私は今迷っている。ここまで来てそれはないですよ。司令命令がないのなら
私一人でも勝手に乗り込んでやるわ。今さら引き下がれるもんですか。わかった、川瀬君、頼む。はい。これはラシア極東部にあるスカイギルドの核ミサイル基地です。日本からラシア港に上陸後、港から数十キロの位置にあります。情報部からのデータによれば、すでに発射準備は整いつつあるとのこと。これを阻止するためには直接乗り込むしかありません。しかし問題が一つ、ラシアは WSP に加盟していません。従ってブルーウィングはラシアで捜査活動を行うことはできません。現在ラシア警察と接触中ですが、許可が下りるまでは何もできません。すべてはラシアとの交渉がうまくいってからです。じれったいな。こんなところで手をこまねいているのは性分に合わないわ。どうせならラシア港で待ちましょう。そうだな。司令、ブルーウィングをラシアに派遣してください。わかった。ただし連絡があるまでは動くな。国際問題に発展する恐れがある。微妙な状態であることを認識したまえ。現地での判断は全て松平君に任せる。君ならば大丈夫だ。無事に帰ってきてくれることを心から願っている。健闘を祈る。ラシアへ渡ることができるのは松平隊長、アリシア隊員を含めた5人です。車両、兵器はラシアへ入ってからは変更することができません。弾薬だけは航空部隊を通じて補給を行います。慎重に編成を行ってください。行くぞ、ブルーウィング出動。